カルロアルベルトカルロアルベルトアメデオディ・サボイアはサルデーニャ王国の第七代国王。元はカリニャーノ皇。サボイア皇、ビットーリオアメデオ一世の弟、トンナーゾ・フランチェスコに始まるサボイア家の分家サボイアカリニャー家の七代目として、父、カルロエマヌエーレと母、マリア・クリスティーナの間に生まれる。サボイア家の一族とはいえ六世代前に分家した。 原石であり、出生時には、王位継承者とはほとんど考えられていなかった。しかしビットーリオ・アメデオ3世の息子たちにいずれも、男子が得られず、カルロ・エマヌエーレ4世からビットーリオ・エマヌエーレ1世、カルロ・フェリーチェと兄弟で王位が継承された末に、男子が耐えた。そのため、サリカ法を取るサボイア家の継承法によって、カリニャーの子をカルロ・アルベルトが、サルデーニャ王となった。 カブールをはじめとする王国内の恩恵な、改革論者に近代化政策を推進させるなど、幾分に進歩的な政策を取った。しかしカルロンアルベルト自身は後世時にも、進歩主義者を喜ばせるような人格ではなく、急進的な改革運動には常に批判的で、その鎮圧には、武力行使も厭わなかった。熱心なキリスト者、戦争好きと、 反動的な君主としての要素を強く持ち合わせていたが、気弱で優柔不断な性格が、結果的に恩恵派の改革論者との協力に結びついていた。彼の家庭教師を務めたジェルベデ・ソナズは、道徳的な意志と力が全く欠如していると評している。1833年に行われた青年イタリア党への容赦のない弾圧も、 絶対君主としての自負によるところが大きいと言われる。彼の優柔不断な態度は、統治面でもバランスが良いというより、一貫性のない改革を生み出した。法典の近代化を推進しようとする一方で、調子相続性や、教会裁判所の復活などを盛り込ませたり、近代商業の障害となっていたギルドの解体を法律で定める一方で、 宗教的儀式への参加を理由に残すことを認めるなど改革の効果を薄める行為をしばしば繰り返した。このような行為は対外的に正統主義の立場を取ったこともあり国内外で彼を孤立させていった。国民の支持が離れていくことに危機感を抱いたアルベルトは当地の後年には積極的に改革派の意見を取り入れたがその代償として改革派の一部が唱えた。 極端な民族主義に傾倒してしまった。元より英雄願望の強かったアルベルトは、自らがイタリアを救う英雄となる理想に酔い、現実的状況を考慮しない強硬な、反オーストリア主義に偏っていった。1848年3月4日の憲法に、署名するカルロ・アルベルト1848年に、イタリア各地で反オーストリア、反王政の暴動が発生すると、 これに上ずる形で、オーストリア帝国に戦線布告を行う。オーストリア軍は来た、イタリアに駐屯する、イタリア人部隊の反乱や民衆軍の組織だった、攻撃に大きく動揺していたが、サルデーニャ王国軍はこのチャンスを全く利用できなかった。その理由は、アルベルトと共和灰色の強い反乱軍の双方が、 不信から団結できなかったこと、そしてサルデーニャ王国軍が外政の準備を整えていなかったためである。サルデーニャ軍は確かに優れた軍隊だったが、領土の守備や国内警備にのみ特化していた。ゆえに、トリノの参謀本部は、ロンバルディア地方の正確な地図すら用意できず、ミラノの遠征軍との連絡は不十分なものであり続けた。 反乱軍の活躍もあって、ロンバルディアを占領し、さらに共和派のマニン率いるベネト共和国が、王統派の説得を受けて、ピエモンテへの合併による、北イタリア王国の成立を決めた後も、参謀本部のフビトアルベルトの会議心は変わらなかった。彼は若き日のガリバルディも加わっていた、共和派の反乱軍兵士に賛辞を送る代わりに、あからさまに部別的な態度で接している。 また交代を強いられたオーストリア軍が、ラデツキー将軍の下で体制を立て直す間、アルベルトは、北部諸地域の応答派を支援して、共和派を攻撃することに費やした。1848年、増援を得たオーストリア軍3万3000名と、サルデーニャ軍2万2000名が衝突し、オーストリア側は4600名の死者を出しつつも、相手方を破った。 サルデーニャ側は8000名の損害を出して、ミラノに撤退した。反乱軍は徹底抗戦の意思を固めていたが、ここに至っても、反乱軍を信用せず、それどころか、オーストリアとの内通や、王政廃止の防御を疑っていたアルベルトは自ら、ミラノを捨てて、トリノに引き返してしまった。ミラノとベネツィアの愛国者を見殺しにして結ばれた、急戦の後、 サルデーニャの兵士や将校には絶望感が蔓延していた。避難の矛先を向けられたアルベルトは、その翌年に全軍を結集して、オーストリア軍に決戦を挑んだ。しかし以前の問題点が何ら解決されないままに、後期だけが失われた状況で行われた戦いに、正気があるはずもなく、むしろ皮肉にも、オーストリアの勝利とアルベルトの権威失墜を決定づける結果になった。 完全に立場を失ったアルベルトはポルトガルに亡命、同年死去した。現フランス領のアルベールビルの名は、カルロ・アルベルトにちなんで付けられている。1817年に、トスカーナ大公フェルディナンド3世の娘、マリア・テレーザと結婚し、3人の子を設けた。ありがとうございます。